本日は夏本番に向けた、大人のためのハーフパンツを紹介していこうかなと思っております。オクテットチャンネル。どうも、オクテットチャンネルの安藤です。はい、今回はですね、ハーパン、暑くなってくるとやっぱり長いズボン履きたくないですって言われる方が結構多くてですね。でも親父がハーパンってありなの？って言われたりだとか、そういったことをね、気にされてる方も多いんじゃないかなと思います。はい、でそんな大人の男性の方のために、今日は大人でもハーフパンツをこんな風に着こなしたらいいんじゃないかっていうのと、おすすめのハーフパンツをまずずらっと並べてみたので、紹介していきたいなと思っております。で、質問のその答えといいますか、大人でハーフパンツありなんですかと、僕はすごいありだと思います。はい、ただちょっとやっぱり注意は必要だと思いまして、やっぱり女性目線で見られた時に、すね毛が気になるみたいな話はね、やっぱり出てくるかなと思うので、そのあたりはね、身だしなみ的にちょっとだけトリミングしてもらったりとか、脱毛行ってる方は脱毛してもらうとか、俺は気にしねえんだっていう方はね、全然いいのかなと思いますが、うわって引かれたらちょっと嫌じゃないですか。なんで、かっこいいな、清潔感あるな、大人らしいなって思ってもらえる着こなしがね、いいと思っているので、そのあたりまで配慮できて、かっこよくトータルでね、着こなしてもらえたらすごく、季節感も出やすいですし、爽やかで、本当に夏らしい印象が出るのでいいのかなと思います。はい、ただしですね、僕もやっぱりハーフパンツすごい苦手意識があって、なんか子供っぽくなっちゃうってやっぱり言われるんですよね。僕も思ってましたし、そういった時に僕が注意してると言いますか、ハーフパンツを履く時は絶対僕、長袖のシャツかジャケットっていう袖物のアイテムと一緒に合わせるんですね。なんで、例えばなんですけど、こういう普通にシンプルなハーフパンツと、こういうね、ジャケットを合わせたりとか、こういう合わせ方で、下はもう断然革靴ですね。はい、もうほぼ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 革靴です。スニーカーを合わせるとちょっと僕は自分では「ん？」って、なんかこれあんまり得意じゃないなっていう印象があったので、あんまりね、やっぱりスニーカーは合わせないですね。はい、なんでローファーだったりとか、グルカサンダルとか、サンダルとか、エスパドリーユとか、そのあたりが多いのかなと思います。実際に、今日持ってきたのはやっぱり大人の男性の方におすすめしたいような大人っぽいディテール、形、デザインのハーフパンツをちょっと集めてみたんですけど、1着目はね、これで、ね、先ほどのヤコブ公園の、ヤコブってね、やっぱりテーラードデニムみたいなイメージが強いんですけど、ハーフパンツもね、あるんですよ。で、この辺りは一応ね、2色用意してますね。はい、で、あとは、PT トリノ、今ね、かなり人気あると思います。デニムでね、人気なんですけど、バミューダパンツもね、すごく人気があります。はい、やっぱりスラックス感覚で履けるハーフパンツみたいな、ちょっとよくわかんないな、スラックスのディテールが入ってるハーフパンツみたいな感じで、こちらはね、ベルウィッチですね。はい、ごめんなさい、言い忘れちゃった。 PT ね、一応色がアイボリーと、オレンジブラウンかな、オレンジがありますね。で、3色です。ネイビー、アイボリー、オレンジっていう3色です。はい、で、こちらはね、ベルイチのウエストドローコードになっているタイプ、のハーフパンツですね。これはライトグレーとネイビー2色展開にしてあります。個人的にはこれちょっと後で説明したいんですけど、めちゃくちゃ僕の推しです。はい、で、あとはね、リプレイですね。ちょっとこれだけ系統が、毛色が違う感じがするかなと思うんですけど、リプレイのハーフパンツも毎年結構人気あります。一番ちっちゃいサイズぐらいだけやっぱり残っちゃうんですけど、その理由も結構ね、ぴったり、バッチバチなんですよね。はい、なんで
これもまあちょっと吐きながら説明していこうかなと思いますと。はい、ということで、まあ実際にちょっと一からね試して、お見せしていけたらなと思いますので、お付き合いください。はい、ということで、1本目ヤコブ公園のハーフパンツです。これはですね、まあシルエットはそんなに、まあちょっとタイトなイメージかな、そこまで細すぎないんですけど、気持ちタイトなイメージで、ウォッシュがかかってるので、すごいこなれた表情があるのかなと思います。で、丈もまあ短すぎず長すぎずちょうどいい、本当に絶妙なバランスの、サイズ感ですね。はい、でディテールはね、やっぱりあのヤコブらしく、ボタンとか結構凝ってるところはね、ステッチもそうなんですけど、めちゃくちゃ凝ってると。でもやっぱり、はい、まあこの表情っていうか生地自体もね、すごいこなれてるんですけど、なんかサイズ感がやっぱりね、この辺りは絶妙かなと思います。まあバランスが考えられた、デザインになってるのかなと思います。はい、どうですかね、こんな感じです。今29っていうサイズをね着用してるんですけど、若干ウエストが大きいんですが、まあちょっと28のサイズはごめんなさいなくてですね、29を着用してますと。はい、で、先ほど言ってたね、色は、このベージュと、ネイビーの2色ですね。合わせ的にもまあネイビーであれば白のリネンシャツとか、まあ、ベージュであれば逆にネイビーとかね、トップスに持ってきてあげると、でメリハリつけてあげて着こなしてもらうみたいなのがいいのかなと思います。はい、ではですね、ちょっと細かいところまで説明したいんですけど、じゃんじゃん行きましょう。はい、ということで2本目はこちらです。じゃん、PT トリノの、バミューダパンツです。はい、これはね先ほどとは違って、ちょっとやっぱりコットンパンツのハーフパンツっぽいのがヤコブだったんですけど、こっちはスラックスのハーフパンツっていうイメージですかね。はい、もうところどころディテールもねスラックスの、まあ、ちょっとクラシカルなコインポケットついてたりとか、もともとね結構綺麗な印象かなと思います。はい、かなり大人っぽいですよね。丈もまあ絶妙ですね。今これで44のサイズを着用しております。はい、フィッティングもまあそこまで太すぎず細すぎず、先ほどのヤコブとはねそこまで変わらないぐらいですかね。気持ちウエストが大きいかなぐらいです。はい、でもねすごく大人っぽい表情もあって、ポケットのあったりとか、まあ、全部全体的にディテールがもうスラックスに近いような形なので、もちろんねシャツ、ジャケット、ニット、ポロシャツ、結構何でもハマるコーディネートがね、広がるデザインかなと思います。はい、まあ、こうやって着こなしてもらうとね、かなり大人っぽく爽やかでいいんじゃないかなとは思うんですけど、まあどうですかね、客観的にちょっと見えないのであれですけど、一応ね色が、まあ、先ほどお伝えした通り3色ございます。まあ色の合わせもね、いろいろ楽しんでもらえて、結構どれもねサイズが合う方はすごいおすすめかなと思います。はい、ではお次はですね、リプレイのハーフパンツです。ちょっとベル1飛ばしちゃったんですけど、これもバッチバチというか、ま、かなりタイトなスリムなシルエットになってるかなと思います。これもね29っていうサイズなんですけど、僕も、リプレイの場合はワンサイズアップしないと逆にねピッタピタになりすぎてしまうので、買われる方はねちょっと注意していただきたいなと思います。普段リプレイのデニムをね、履いてるサイズのワンサイズアップぐらいで大丈夫かなと思います。でこれはね、まあ、結構定番な生地なんですけど、ハイパーフレックスシリーズっていうのをね、以前動画でも紹介してましたし、履かれたことある方もね、ちらほらいるんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、その伸びる素材の生地を使ってます。なんで履き心地がめちゃくちゃ楽です。はい、でやっぱりヤコブとかみたいに、ちょっとカジュアルなんですけど洗いのかかったような表情のあるような生地感になってます。なんで結構ぴったりめなパンツが欲しいよっていう方にはね、もうこのハイパーフレックスがめちゃくちゃいいのかなと思います。大人っぽさもあるんですけど、結構綺麗にタイトに、で履き心地は楽にっていうね、ハーフパンツになっております。はい、でこれもどっちかというとあれかな、チノパンっぽい感じですかね、コットンパンツスラックスチノパンみたいな感じですかね。はい、
まあでもサイズ感もそこまでいやらしくなく、長さはそんなに今紹介した3つとも変わらないぐらいの長さなので、やっぱり大人の着こなし的にはね、あんまり短すぎてもあれですし、長かってもちょっとダサくなってしまうとかやぼったくなってしまうので、このぐらいがやっぱり一番落ち着くのかなと思います。はい、ということで、ちょっとねベルビッチだけひいき一人やないかいって思われる方もねいるかもしれないんですけど、ちょっとコーディネート変えてみました。はい、はい、どうでしょうかね。これは、まあ、ちょっと緩いです。やっぱりあのウエストはぴったりなんですけど、裾幅といいますか幅がちょっと広めになってて、まあ、ある意味リラックス感もあってね、ちょっとオフ感が出るのかなと思います。で、こんな感じですね。シルエットはこれね、僕結構一押しで、まあ、どれもめちゃくちゃいいんですよ。あのすごく好きなんですけど、これはちょっとあの個人的に思い入れがあるというか、去年の、買い付けに行った時にこれいいなと思って選んだ生地なんですけど、これ実はウールライクなあのジャージ素材みたいな感じなんですよね。はい、まあ、ウールと化繊がね混ざってるようなものなので、見た目めちゃくちゃウールのスラックスっぽい、綺麗な表情、まあ、生地感かなりウールのパンツに見えるんじゃないかなと思うんですけど、それでいてめちゃくちゃ伸びるんですよ。ニョンと柔らかいと。なんでそれがねすごく僕はいいなと思って、でベルビッチのパンツやっぱりあのスラックスっぽいクラシカルなディテールがかなり盛り込まれてて、ワンタック入ってるんですけど、ちょっとそのあたりもね腰回りがふっくらして、今時なシルエットに、ね、なってるのかなと思います。はい、で、この紐がねちょっとやっぱりベルトをしずに開きたいっていう方もねいると思うので、こういった紐があるとねすごくいいのかなと思います。でウエストもね、ゴムなのでかなり楽です。っていうこのあたりを含めて僕はちょっとねこれが推しだったんですけど、見た感じどうですかね。はい、かなり綺麗な表情でも、履いてるこっちはねめちゃくちゃ楽で、履き心地めっちゃいいんですよ。通気性もいいので夏でもねすごい快適かなと思います。はい、でサイズ感もね、絶妙ですね。膝かかるぐらいなので、まあ本当にやらしくない程度のサイズ感です。はい、まあこれもこういったニットジャケットだったりとか、シャツ、ジャケット、 T シャツ、ポロシャツ、何でもね結構合わせてもらえるんじゃないかなと思います。はい、はい、という感じで、まあちょっとこのままこのままのねなんかちょっと格好で失礼するんですけど、いろいろねハーフパンツの種類たくさんあります。まだまだ多分紹介しきれてないものがねいっぱいあるんですけど、基本的にはね大人の方であればこのあたりのハーフパンツのブランド選んでおけば間違いないかなと思います。やっぱりこういったブランドの提案してくれるものっていうのはサイズ感も考えられてますし、年齢層もね、やっぱり親父世代の方が着るために作ってるものが多いと思うので、そういったところがねやっぱり安心感もあっていいのかなと思います。はい、というわけでね、ぜひね、気になった方はね概要欄の方にも貼ってありますし、 LINE でね、ご質問等を受け付けておりますので、そちらからご相談ください。はい、ということで僕らの動画は毎日8時に更新しております。ぜひ、チェックしてみてください。というわけでまた次回バイバイ。